ザ・フラトン・ホテル・シンガポールザ・フラトン・ホテル・シンガポールは2001年1月1日に開業したシンガポールの高級ホテルである。近く一帯はフラトン・ヘリテージの所有地であり、敷地内には姉妹ホテルザ・フラトン・ベイ・ホテル・シンガポールワン・フラトン、ウォーター・ボートハウスなどがあり、シンガポールのシンボルマーライオンがある。マーライオン公園もフラトン・ヘリテージの所有地内にある。 ザ・フラトン・ヘリテージは食事と、おもてなしの入り組んだ再開発地区であり、ザ・フラトン・ホテル・シンガポール、ザ・フラトン・ウォーター・ボート・ハウス、ワン・フラトン、クリフォード・ピア、カスタムズ・ハウス、ザ・フラトン・ベイ・ホテル・シンガポールで構成される。ザ・フラトン・ホテル・シンガポールの建物は、初代海峡植民地総督であるロバート・フラトンに、ちなんでフラトン・ビルディングと名付けられ、 1928年6月27日に完成した。フラトンビルは、上海にあった建築会社、キースドーズウェルにより設計され、当時としては大規模な建築と、ドーリア式の円柱などに、特徴のあるパラディアン様式の建物として、シンガポールの代表的な存在となり、中央郵便局やいくつかの政府機関などが入居した。第二次世界大戦時における、 日本軍侵攻時に当時の総督シェントン・トーマスがマレー駐在イギリス軍司令官中将アーサー・パーシュバルと降伏について話し合った建物としてシンガポールの歴史にその名を残している。フラトンビルは1996年まで中央郵便局として使われたが再開発によりホテルとして蘇った。当時の名残としてロビーに郵便ポストや 以前の写真などが展示してある。改装費用は約240億円。ハイティで利用されるコートヤード。上層階にある窓はコートヤードルームの窓中央郵便局を改装したホテルであるため同じグレードの客室でも広さと天井の高さに違いが見られる。ただ一番狭い客室でも約42平方メートルで比較的広く高級感がある。 バスルームはフィリップ・スタルクのデザインでシャワーブースが独立している。プリハードホテルグループに加盟している。経営は香港企業のノブカズ集団参加のノブカズ業でノブカズ集団はザ・フラトンホテルシンガポールの他にシンガポールで5つ、香港で5つのホテルを経営している。400室。ノブカズ集団ホテル部門がザ・フラトンホテルシンガポールの他に シンガポールで経営しているホテル、アルバートコート、チャンギビレッジ、エリザベス、ゴールデンランドマーク、オーチャードパレードなど、コートヤードルームの窓は、ホテル外部に面していないため、窓からの風景は、ホテルのロビーの吹き抜けを眺める状態となる。東側は、マリーナベサンズなど、マリーナエリアを望める。上階のプールは、ボートキー方面のシンガポール側を見下ろせる。美しく、 ライトアップされる、フラトンホテル夜景。ありがとうございます。